はい、皆さんこんにちは。ターバラチャンネルのターです。ナビです、いつもご視聴チャンネル登録、本当にありがとうございます。今日はですね、春バラ紹介、パート10ですか、今回でね、春バラ紹介の方は、終わりにしたいと思います。で、紹介するのがですね、ドロシー・パーキンスと、フランソワ・ジュランビル、フランソワ・ジュランビルの方がね、ちょっともう満開の方、ドロシー・パーキンス待ってたら満開の方終わってしまったんでね、ちょっと寂しい感じになってますけど、じゃあね、紹介の方したいと思います。それではね、動画の方をどうぞ。はい、家の、外側、に来てみました。こんな感じなんですね。これドロシー・パーキンスです。ちっちゃい花がね、いっぱいポツ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 咲いてますね。枝がね、2本なんだけど、それでもね、いっぱいお花咲かせますね。はい、こちらがですね、我が家の北側、フェンスに誘引してある手前がですね、フランソワ・ジュランビル、奥がですね、ドロシー・パーキンスになります。で、ドロシー・パーキンスとね、ちょっと満開に合わせて撮影しようと思ってたんですけど、フランソワ・ジュランビルの方がね、あとお花の方が申し訳ないですけど少しになってしまいました。で、ドロシー・パーキンスの方からね、紹介していきたいと思います。はい、こちらがね、ドロシー・パーキンスになります。お花の数がね、すごいですね。朝日もの数もすごいですけど枝がね、2本しかないんですけど、それでもね、こんだけたくさん、お花の方をつけてて、花つきもね、ものすごくいいんで、いいですね。で、ベーサルシュートの方がね、今5、6本かな、6本かな、もうだいぶ伸びてきて、この今支柱立てて上にこう伸ばしてるんですけど、2メーターぐらいかな今。なんでね、どん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 伸ばしてってね、今年の冬誘引して、来年ね、春たくさん咲かせたいなと思ってます。じゃあね、説明の方していきたいと思います。1901年ですね、のアメリカ一期咲きのランブラーローズになります。花がね、ピンク、そうですね、ピンクの、3センチ小輪、ポンポ咲きですね。でね、樹高が6メートルの樹勢は強いですね。で、耐病性は、普通になります。で、まあ、あとはですね、花つきが良いのと、あとですね、トゲがね結構あるんで、誘引するときはね、この長袖手袋してやった方がいいと思います。あとね、日陰でもね、全然育つんで、はい、いいですね。あと耐寒性も強いということですね。じゃあね、鍋ちゃんの方に、香りの方をチェックしてもらいたいと思います。鍋ちゃんの香りチェック、よろしくお願いします。春バラ紹介曲が今回が最後なんで、一生懸命香りの方をチェックしたいと思います。香りの方はしませんね。ありがとうございました。香りの方はね、あんまりしないみたいですね。でもね、花つきものすごくいいんでね、つるバラとしては、本当に見応えのあるバラなんだなと思いますね。もっとね、枝数が増えるとすごいんだろうなと思いますけど、はい、来年のね、春が楽しみです。続きましてね、フランソファ・ジュランビルになります。申し訳ないんですけど、ちょうどね、1週間ぐらい前は満開だったんですけどね、ちょっとお花の方がほんと少なくなっちゃって、来年春ですね、楽しみにしててください。ベーサルシュートの方がね、7本8本出てるんで、はい、期
期待ですね、来年に。じゃあね、紹介の方していきたいと思います。1906年のフランスですね、の一期咲きランブラーローズになります。花がピンクの7センチ中輪の、平咲き、樹高が8メートル、樹勢はですね強いですね。で、大病性は普通と。でね、枝がね、しなやかなんで誘引しやすいと。で、日陰でも育つ。あと花付きもね、ものすごくいいですね。うん、はい、じゃあね、なべちゃんに香りの方をチェックしてもらいたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ香りの方をチェックしたいと思います。よろしくお願いします。これにしようかね。よいしょ。香りの方、フランスパジュランビルもしないです。ありがとうございました。フランソワ・デュランベルのね、香りの方は、まあ、あまりしないってことなんですけど、うん、花付きがね、ものすごくいいし、あとね、樹勢が本当に強いんでね、どん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 大きくなってくんで、はい、これからもね、本当楽しみですね。じゃあ以上になります。はい、紹介の方ね、終わりました。まだね、今年は枝数の方がね、少ないんで、まあでもそれでもね、頑張って咲いててくれるんでね、紹介の方しました。来年の春はね、枝の方まだまだたくさん、ベーサルシュート出てくるかもしれないんでね、うん、来年の春はね、楽しみだね、ナビちゃん。うん、来年の春はまだまだだけど、皆さん楽しみにしててください。それではね、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた明日会いましょう。さようなら。さようなら。